はい、皆さん、こんばんは。2022年8月9日20時夜のスピリチュアルテレビ、ホリスティック TV のお時間になりました。本日のゲストですけども、ご機嫌医学研究所の斉藤彩先生にゲストで来ていただきました。先生、今日はよろしくお願いいたします。はい。この前、ホリスティックナースのカオリンと、二人で先生にお会いさせていただきまして、本当にね、素敵な先生なので、ぜひ皆さんにもご紹介したいと思って、今回、お声かけさせていただきました。そしたらね、本当に快く、ゲストのね、方、してくださるっていうことで、はい。じゃあ、先生、早速ですけども、自己紹介の方お願いしていいですか？はい、よろしはくお願いします。い。生まれは青森県人なんですけど、今は、大阪府の交野市っていうところに住んで、週1回だけ在宅医療のお仕事を病院でしながら、このご機嫌医学研究所っていうのを、やってます。ご機嫌医学っていうのが、私が作った単語なんですけど、なんていうの、予防医学ではなく、予防医学はなんかこう、何かにならないようにとか、老化しないようにっていう感じで、そうじゃなくって、なんか別に自分がご機嫌に暮らしてたら、まあ何でもいいやみたいな。本当に。そうそう。だから、なんかその予防医学だと、なんていうの、もうすでに持病を持ってる人とか、障害がある人って、なんかもうあかんのっていう、なんかちょっとうがった見方も私はしちゃうんですけど、別に、障害があろうが、持病があろうが、ご機嫌に暮らしてたら別にそれでいいし、なんかその、私は病気っていうのは体から自分に向けてのメッセージで、だからなんかそのメッセージを受け取って、その用事がなくなったら病気もなくなると思うし、でも別に じゃあ病気なくならないといけないのかっていうと別にそうでもないから、なんかそういう病気があることで、こう、なんていうの、周りの人に親切にしてもらえたりとか、例えば子供さんの病気があることで、その両親が仲良くなってたりとかする場合もあるじゃないですか。だから、なんか病気が絶対なくならないといけないわけではないし、なんか自分が心地よければどっちでもいいんじゃないっていうスタン本当ス。に、まさに大共感です。本当にご機嫌でいればすべてうまくいくっていうのと、あと病気があろうがなかろうがっていうところをすごく感じていて、それをいつも発信させてもらってるんで、もうすごい共感しかないんですけども、先生はもともとそういうお考えでいらっしゃったんですか？もともとじゃないですね。なんかだんだんいろんな経験でここまで来たかなって感じですね。一番大きなきっかけみたいなんてどんなことですか？一つ目は自分の持病の体験、自分が持病を手放した体験と、あとは夫がいるんですけど、持病持ちなんですよ。で、私は自分の病気を自分で手放したっていう体験の後に出会ってるから、病気の意味を受け取ったら病気なくなる。なんか、あんたも早く病気を手放せみたいな感じだったんですよ。でどうも、やってみたいな、どうやってってならないですか？なんか私がやってきた方法を教えて、なんかそう、頼まれてもないのにセッションをやってみたりして、夫に対して。
でも、うちの夫はなんか自分の持病になんかもう本当に全然興味なくて、なんかそうだから病院に通って採血とかしても、今日採血どうやったんって言っても結果を覚えてないあんまり。なんか言ってたけどみたいな。そうそう。だからなんかそれを見てるうちに、なんか別にこの人は持病があって病院に通っていても別にだから不幸っていう感じではないし、だったらなんか別にそれはそれでいいのかなと思って。だから本当になんかこの人にとって病気がいらないってなったら自然と手放す。だからそれはもう本人のことだから、勝手になんか病気はない方がいいとかって言って病気やめろとかっていうのはなんかそう、北風と太陽の北風みたいな感じかなって思って、確かに。そうなんか本人なんかこうやめる気別にないのに無理やりなんか「えい」って言って。なんか自己満足やなって思って。ああ、確かにそうですよね。なんか医療者としてこう関わったら、なんか治さなあかんとか、良くしてあげないといけないみたいな、やっぱ役割として思って、もしかしたらこう無理強いの圧をかけてるっていう あそうそう。るかも。やっぱりなんか医療従事者としてはなんか病気があったら治すものとかあったらこの人いんじゃないかっていう思考にやっぱり行くじゃないですか。もうなんかいや必ずしでもそうではないよっていうのを夫がそのあり方を通じて教えてくれたっていう。本人は私に何かを教えようと思ってやってるわけではなくて、彼の自然体がそうだったっていう話。それをまるっと受け止めるっていうことを、まあ、できるようになるって、きっと自分に余裕がないとなかなかこうできないかなって思うんですけども、やっぱりどうしても、なんていうかな、相手を見て自分の鏡っていうか、だからやっぱりどうにかしたいっていう思いがふつふつと湧いてきたり、どうにかしてあげないといけないみたいなのがこう出てきたりすると思うんですけど、先生は特にその医師っていう立場でされるときに、今来られる方っていうのは、先生のとこに来られる方っていうのは、もうそれをどうにかしたいって思う人たちが多分先生のところにいらっしゃると思うんですけど、その方たちに対して先生はどういうアプローチを例えばされているんですか？今やってるのは臓器との対話っていうセッションだったり、臓器との対話。とか、あとはなんかこう、健康相談、ご機嫌健康相談っていう名前で、その西洋医学だけにとらわれずに、こう、健康のお悩みに対して、これはどうしたらいいのかなとか、その人の症状っていうのはどういうメッセージらしいのかっていうのをちょっと読み解いてみたりとか、あとやってるのは星読みですね。やっぱりその、自分の本当に行きたい道がこうあるとして、からやっぱりこうそれてきた時に体がこういやいやこっちじゃなくてこっちやでっていうこっちにこうぐーって戻してくれるっていう意味合いも病気にはあると思うので、だからその自分がもともと、どういう星のもとに生まれてるのか、
なんかどういう性質を持っているのかっていうのが分かると、結構その生きづらさに対してのなんか処方箋になるなっていうのは感じてるんです。どうしてもなんかみんなこう隣の芝生が青いから、こういうところはダメで、自分が持ってない他の資質っていうのがあった方が良いみたいな感じで、なんか例えばだからすごく繊細な人が繊細なのはあかんって思って、自分を否定してそうじゃない生き方を一生懸命しようとしたりするじゃないですか。そうすると結果、その自分の持って生まれたものを全部否定してっていうことはやっぱりしんどい。で、そのしんどさがこう病気につながったりとかするから、だから星を見ることで、なんかその自分が一生懸命逆らってたところが実は自分のすごい特質、資質、気がついてもらう そういう感じのことをやって、ああ、確かになんか、そうあらねばならぬと思って、こうやってきたことが身について、本当の自分の考えなのか、周りに影響されて、そうと思い込んでいるのかとかって、もう区別つかなくなってしまってたりとかもあると思って、ね、なんかそのあるがままって言われても、それが、どれがあるがままかも、もうわからなくなってて、る時とかにそういうの言っていただいたら、あ、そうなんかってね、ちょっとわかるかなっていうふうなのも思いました。で、今コメントいただいたんですけど、どんなとこが強みかめっちゃ知りたいってことですね、かおりね。ありがとうございます。ねえ、ほんと知りたいですよね、強み。だからこの星読みを使った、まあ、人生相談とかやってるんですけど、それはだから自分がどういうところが生きづらいかなっていうところをそのお申し込みの時に書いてもらうんです。で、生きづらいところっていうのが多分その本当は自分の持ち味なんだけど否定してるところなんですよね。だから、まあ自分の例でいくと、まあ私大きい病院でその ER とかで働いてた時もあるんですけど、で救急車来るじゃないですか。で、そのみんなで ER でわーって行くじゃないですか。で、そういう救急対応とかやってても、私なんかそのそういう素早い動きっていうのがで、だから気がついたら、その例えば心肺停止の人が救急車で来ましたに、たらなんか診察室から出て、ロてる家族さんの話聞きに行ってるんですよ。で、なんかこう、それで一生懸命なんか話、そのいつからどんな感じだったんですかとかって言って、病歴を取りに、中でこう、処置室でいろいろなんかね、急性期の治療をみんなパパパパパってやってるところからは、なんかこう、弾き出されるでもないけど、気がついたら離脱しちゃってるんですよ。で、なんかそういう、なんかなんていうの、そういう華々しい救急医としての活躍みたいなのが全然できない。そういう自分がちょっとなんか能力がないなとか思ってた時期もあるんですけど、でもなんかどうもやっぱりそういうなんていうの、その瞬発力みたいなのよりは、じっくりなんか寄り添って傾聴するとかの方が
どうも得意なんやなっていうーうか、ん。なんかだから、まあね、例えば、そう、だからそういう、全員が救急医みたいな感じで、バババババだったら、とか家族さんの話聞かないで、処置とかは素早いけど、気持ちが置き去りになるかもしれない。あ、そういうのが素早くできる先生方に私は任せて、なんかそっちの、話を聞いてあげて、こう不安にとか、ね、あとはなんか詳しく病歴を聞かないとわからないかったその人のその病気のこと、なんかそっちの方をゆっくり掘り下げるっていうのが私のなんか得意分野なんだなっていうのが分かって、まあその保守的にもそうなんですけど。そうなんですね。でもそれすごいわかります。ナースも、やっぱりその救急のところと、ゆったりっていうか、まあ、緩和的なところとか、まあ、慢性的なところ行くことがあって、で、やっぱりその、自分に合う場所だったら、例えば同じことしてても、同じふうに、こう、ゆっくり患者さんの話聞いてても、やっぱ急性期のところやったら何してんねんみたいな、もうパッパパッパせな、みたいなところもあるけど、でも慢性病棟とか行ったら、それがすごく、患者さんたちにも喜ばれてっていうとこあるから、同じことしてても、場所が変われば、自分は活かせたり、活かせなかったりっていうことがあるので、先生のおっしゃってることも、すごくよくわかります。で、コメントいただきました。ねえ、めっちゃ大事ですね。とか、綾先生の振り幅が素敵すぎます。とか、役割分担 っていうのでコメントいただいております。ありがとうございます。ね、そうそう、だから結構いろんな現場にいたけど、やっぱりなんかそういうゆっくりじっくり系やなっていうのは、思います。そう、だから結構激しい ER とかにいたら、なんかその、なんていうのかな、いわゆるあんまり治安が良くないところとかにもいたんですよ、病院で。なんかそう、刑務所が近くにあって、なんかその刑務所に入っている人がなんか患者さんとして来たりとか、あとはなんかその夜のその ER で診察してて、で例えばちっちゃい子供さんの診察してたら、親御さんなんか待ちきれなくなっちゃって、なんかうちのドアバーンって開けて、なんかうちの子どうなっとんねんみたいな そういう、結構なんかこうクレーム対応みたいなのがあったり、なんかこう警備員の人に連れて出て行かれる人がいたり そう、なんかそうですね、なんか出所したその足で来たみたいな人がいたりとか そう、でもそうするとやっぱりその、でいわゆる研修病院だったので、こう若いドクターが多いと、やっぱりその、まあ言ったら人生経験があんまりまだない。でなんかやっぱりドクターだから、こうどうしてもこうこっちの正義みたいな感じになって、こうそういう患者さんたちと結構ぶつかる。だったんだけど、こうそれで患者さんと揉める現場とかもちょこちょこあったんだけど、なんか私は観察してて、こうその
なんか一見医療従事者を困らせたりとか、大きい声で、なんか周りを怖がらせる患者さんたちっていうのは、うん、実はほんまは怖いんやなっていうのがある時分かったの。うん、なんかそのまあやっぱりちょっとその治安が悪いその低所得の地域だったので、うん、もうこう建設的なコミュニケーションの仕方を学べないで大人になった人たちが結構いて、うんうん、だから本当はその自分の例えば自分の子供があの病気しんどくなってないかとかそういうのが怖い、うん、不安とかそういうのを、うん、その不安ですとかうちの子供はどうなってますかっていうのを普通に聞けなくってそのだからうまく言語化できないそういうね、うん、バーンって出ちゃうみたいな、うんうんうん、なんかきっとそういう感じやろうなって思ったら、うん、その言葉が荒い患者さんとか急に可愛く見えてきちゃって、うん、でなんかこう結構こう、うん、そう脅されたりとかしたこともあるんですけど、ほう、だけどなんかこう可愛く見えてきちゃって、あそうかそうか怖いんやな、そうかそうかそうかみたいな気分。なるほど、すごいな。その方のね背景をこうやって想像っていうか、きっとこうなんやろなとか、あやななるわなと思ったら、やっぱりそういう気持ちが出てきますよね。すごい。だからなんていうの、それまでだとやっぱりそういうのがこうでイライラして患者さんにこうぶつけちゃう人もいれば、うん、見ててその自分が萎縮しちゃう、まあなんか、うん、女性のドクターとかだと特にやっぱりその命の危険を自分が感じるみたいな、うん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 、があって、うん、こうね現場がピリピリしたり萎縮したりにそれが分かったので、うん、でそれで悩んでるその若い先生に、いやいやあれはちゃうんやでって、あれにそのああいう現場で正論をぶつけても、うん、その患者さんのニーズには合わないから、うん、なくってほんまはあの人たちは怖いだけなんやって、うんうん、してあげたら結構楽になったみたいな、うん、だからなんだろう、私まあ言ったらその胃カメラもできないしオペもできないし、うん、そういうなんかこう派手な手技系っていうのは何もないんですよね、うん、でもなんか私の一番の武器はコミュニケーションかな、うん、すっごい患者さんに愛を持って診察してらっしゃってて、こんな先生に見ていただけたら幸せですねっていうのでね、本当にね、その方がお話ししてない背景までこう思いやってね、きっとこうなんかもしれへんなとかね、ああなんかもしれへんなっていうふうに、こう、そこまで考えてくれる方ってね、本当安心感しかないですよね。はい。患者様、家族に寄り添うことが大切ですね。素晴らしいです。っていうコメントいただいております。ありがとうございます。そう、でも結構、なんていうの、まあ、家庭医療っていう私、バックグラウンドを持っていて、はい。まあ、その家庭医療、まあ、町医者のプロみたいな感じ。大病院で勤めてたら、はい、あんまり自分の地域のこととかって意識しないと思うんですけど、うんうん、町の診療所とかでやってたら、うん、患者さんって自分のご近所さんみたいな感じだった。おお、うんうんうん。だから、まあそういう中で
その自分の働いてる地域のなんか地域性みたいな、どういうなんか例えばこうなんていうんですか、ハイソなお金持ちの地域なのか下町なのかとか、あとは大学生が多いとか、なるほど。なんかそういうその地域の特性みたいなのがあるんですよ。だからこう、まあ、今まで、クリニックで勤務してた時にはその住所を見ると、あの辺かって、あの辺だったらまあそのこういうなんかキャラの人多いなみたいな。結構なんかそれはなんかそういうの見るのが好きなんですよね。なるほど。コメントいただいてます。こんなお医者さんがいてくださると嬉しいですっていうコメントです。ありがとうございます。本当ですね。なんかね、病気も先ほどメッセージっていうのありましたけど、ナースあるあるで、ナースの中でもやっぱり、まあ、地域とかでも、もちろん、ここの地域のっていうのも、もちろんあるとは思うんですけど、病気でも、なんかこの病気の人、こんな感じの人多いよね、みたいな、よく、休憩室で みんなで話してるんですけども、そういうのってお医者さんも感じられてるんですか？そうですね、やっぱりなんか一番言うのは糖尿病気質ですよね。さっきも言ってたけど。さっきもね、ちょっと言ってましたね ねえ、なんか普通に勤務してる時は言ってなかったけど、やっぱりその私はその病気のメッセージっていう観点で見ていくと、病気で体の内面に起こってることと、その人の、やっぱりめちゃくちゃリンクしてるんですよね。だから、やっぱり、例えば、アレルギーとか自己免疫は、そういう自己肯定感のところに結構絡んでくるのかなとか。私も甲状腺の、まあ、橋本病っていうのが前あって、それってまあその自分の甲状腺の細胞を自分で攻撃しちゃうっていう、いいじゃないですか。やっぱりそういう自己免疫疾患っていうのは本当は自分なのに、自分の細胞は異物じゃないし守るべきものなのに、それを自分の体にどん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 傷つけてるっていうことは、そういう自分で自分をなんか攻撃してる、自分を責めてるみたいな感じだったり、アレルギーはまあ例えば花粉自体に本当はその病原性ってないはずですよね。杉の花粉はあくまでもその杉が子孫を増やすために存在しているので、なんかこう本当は人間の体に悪さをするとかじゃないのに、だから現にそのね、その花粉症が出る人もいるけど出ない人だって世の中にはいっぱいいるじゃないですか。だからそこにその本来人間の体には何も関係ないはずのものに過剰反応しちゃうっていうのが、やっぱりその何かをこれは悪であるっていうふうに過剰に反応しちゃう、そういう気持ちの働きがあるのかな。なんか、それで思い出したんですけども、今日、ちょっと事務所でもお話ししてたんですけども、なんか今日、施術してもらった先生から教えていただいたんですけど、なんか海外の方に、なんか肩こりがないっていうお話されてて、で、日本人は肩こりがあるって思ってるか肩こりあるけど、外国人の方って肩こりっていう言葉が
ないですって。で、背中痛いとかはあるけど、肩こりっていう言葉がなくて、ね、ある国のなんかパイロットの方に、本当に肩こりないかと思って、先生触ったふわふわだったんですって。ふわふわで、と思ったけど、背中は痛いって、やっぱりずっとね、お仕事がそうって言ってたって言ってて、だから本当になんか、それを思う?こう言われて思うこととかもそうですし、肩こりっていう概念とか言葉って気をつけないと、それを作るっていうお話をされてて、めっちゃ面白いなと思って、はい、今日聞いてたんですけど。ねえ、なんで日本人は肩がね、凝るんですかね。やっぱり頑張 確かに。ねえ、肩こりっていう概念がいつからあるのかなっていうのはちょっと気になりますね。あ、本当ですね。やだっって、ぱなんり、ねえ。団塊の世代が頑張ってたサラリーマンたちが、こう、頑張ってた、あの時ですかね。だって昔のその江戸時代の日本人の話とかを見ると、なんか肩こりなさそうじゃないですか。ああ、あんなだっ米俵何個も運んだりしてはるもんね。もうすごて、い。ねえ、ほんでなんかすごいこうおおらかに暮らしてたじゃないですか。そういう話とか、その昔のそういう江戸時代の日本人の風俗とかの本を読むと、なんかそういうなんか今の日本人の持ってるとらわれみたいなのがなさそうな感じがするんですよ。だから本当なんか最近なのかもしれないですよね、肩こりっそうて。ですね。本当に、いろんな情報とか、いろんなものが入ってきて、思い込まされてることが山ほど。まあ、今流行りの ね、感染症とかもそうかもしれませんけども。はい。なんかこう、いろいろね。だから、本当に、言葉とかもすごく大事だなっていうのと、最近劇を見に行ったんですけど、今コメントくれてたカオリンと劇に見に行って、で、何やろう、なんかなんでしょうね、何やろうね、なんかその劇、結構ハードな劇だったんですけど、なんかこう、その一言の重みって誰が言ってるかでもすごく違うんかなっていうのがその劇でも思って、私看護師で働いてる時も、なんかこう一生懸命こうお世話してるの看護師だったり介護士さんなのに、なんかお医者さんの一言が神の声みたいに 患者さんが なんちゅうかな そっちにこう、ね、やっぱり、すごいって思ってはるから、こう、だからその言葉の重みっていうか、なんかそのパワーみたいなのをすごく感じたので、なんか先生みたいな方が、なんかそう全部受け入れて背景も考えて言ってくれる一言だったら、すごく応援したいって、思いますけどね。なんかほら、良くも悪くも、悪い時もあるじゃないですか。余計、なんやろ。例えばあなたはこの病気ですって言われたら、今ネットで調べられるから、それを調べて、あ、じゃあ何ヶ月後にこうなって、こうなって、こうなるんやな、みたいなものを思うからそうなってるじゃないかなっていう。はい。で、それが誰が言うかで、お医者さんみたいな人に言われたら、あ、じゃあもう自分はこうなって、こうなって、こうなるんやなって思ってしまうんじゃないかなっていうのをね、ちょっと思って、はい、思ったりするんですけど。そうですよね。だから責任がすごいあると思ってますが、なんなんやろ、なんかこう医者って習わないけど、その辺のなんか知らんけど説得力をも自分の発言に持たせてしまうみたいなやつをなんか自然と身につけていくのかな。ねえ、だからすごく、なんだろ
看護師よりも多分すごいプレッシャーとかも大きいと思うんですよ。ナースって結構こうチームでみんなで見てる感あって、お医者様ももちろんその会議とかね、ミーティングとかされてみんなで見てるけど、担当医ってなんかバンってなって、なんかこう自分の全部の責任じゃないけども、上の人ともちろん相談したり仲間とも相談してやってることやけど、なんか多分責任の重さが全然違うような気はしたりします。確かになんかその最終的にこうなんかその治療の方針とかを言うときはねえ、やっぱりこう自分が主治医ってなったら、多くの場合はこう医者は自分しかいない。まあなんか自分がちょっとまだ若かったらいいとか、ややこしいそのシチュエーションだったら、その上司が隣にいてとかはいる、あるけど、でもやっぱりその発言するときにはなんかピシッと決めないといけないみたいな。そこでなんか自分がなんかおどおどキョドキョドしながら、なんかいや多分こうだと思うんですけどみたいな感じで喋ったら、この先生大丈夫って逆になっちゃうし。そう、だからなんていうの、こうカリスマ性っていうのを多分持ってるんでしょうね、きっと。そうだと思う。だから、そういう方が本当に言ってもらったら、そこに希望を見出せる、すごい魔法のパワーを秘めてるんじゃないかなってすごい思います。そうそう、だからなんか本当にその医療従事者、特にドクターってその人の自己肯定感がどんなに低くてもハイスペックだと思うんですよね。だからそういう人たちが、なんていうの、自分をなんかちゃんと認めてあげて、でなんか自己肯定感が上がって、なんか幸せな状態でいるっていうのがすごくこう社会貢献になるんじゃないかなっていうのは前から思ってて、なんかドクターが例えばなんかイライラカリカリしてたら、その周りにいる人がみんな不安になるじゃないですか。もそうだし、ねえ、その患者さんもそうだし、一緒に働いてる人だったり患者さんの家族だったりがにみんなにそれがそこ波及していくから、でも逆に人になんかすごいなんかこういつもニコニコしてて、それもそのなんていうの、その取り繕ったっていうのじゃなくて、自分に自信が持てて、でご機嫌だから周りのその一緒に働いてる人とか患者さんとかにもこう安心感を与えられるっていうドクターが一人いて、その人がこうなんていうの、そのなんかマイナスイオン発生器みたいな、なんか なってったら、すごくこうね、その人の言動によって幸せになるとか、こう気づきを得るっていう人が増えて、でどんどんそれが周りにどん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 広がっていったら、なんかその世の中に対する影響力っていうのがすごいあるよなと思って。思います。コメント。機嫌の悪い医療従事者嫌ですもんね。医療従事者なり方、なるほどっていうので。コメント。機嫌悪い人、怖いっすね。なんか、聞きたいこととかもなんか聞かれへんよね。怖くて。怒そうそう、られへんちゃうかみたいな。したいけど、でも言ったら絶対怒られるし、どうしようみたいになってね。そう、昨日ね、なんか、看取り士の映画上映させてもらって、その中でね、なんか、亡くなる10日前に、いつも行ってた美味しいラーメン屋さん、一緒に行って、そこでビール飲むシーンがあったんですけど、その患者さんが。看取り士さんは、止めたりとかしなかったんですけどね。なんか、
なんやろう、そういう、なんか、なんやろうね、本当にその人の、なんていうかな、喜びとかしたいこととかも一緒に、こう、正論じゃなくて応援できる、医療従事者っていうのが本当に先生なんやろうなっていうふうに、思いますね。やっぱりそういう方がいてくださってたら心強いですしね。なんかね、なんか先生っていうだけでこう、やりたいこと全部あかんとか、それ体に悪いとか全部言われたら、ちょっと本当に自己肯定感とかも下がるやろうし、なんか何しても怒られるってなっても隠れてするようになりますよね、逆に。そう、だからなんかそう、ほんで私そういうご機嫌な医療従事者を増やしたいと思ってるんですよ。ほんで今度そういうなんかご機嫌な医療職の養成講座みたいなの始めようと思ってて、なんか私もなんか最初からこんな感じではもちろんなくて、なんかそう、自分に自信がないから、めちゃくちゃこう気を消して、なんか、めちゃくちゃ影薄くして、なんほんでなんか自分が失敗とかしてもバレないようにとか、なんか自分はそうだから病気になった理由が結局こう、まあなんかちょっと障害者扱いしてほしかったみたいな。だから仕方ないよねみたいな。そうだから仕方ないよねみたいな、能力ないけどしょうがないねこの人みたいな、まあ障害持ってる方にすごい失礼なんですけどね、そういう感じあったんですよ。でもうなんか働いてるのが辛くて、もうなんか結構毎日もうなんか消えてなくなりたいみたいな感じだったんですけど、なんかその自分の働き方が変わって、見える世界が変わって、で、っていうのをやっていったら、どんどんなんか楽になっていって、ほんで、こう、今なんかこういう感じで、まあ、ご機嫌医学とか、正直なんか普通に病院で真面目に働いてる人から見て何やっとんねんっていう話だと思うんですけど、でもなんかその、今の方が、こう、周りの人に多分いい影響を与えられてるかなと思うし、自分もなんかこう幸せな働き方ができてるなと思うし、だからなんかそういう病院の中だけにこうこだわらずに、自分が一番幸せでいて、ほんでこういいパフォーマンスを発揮できるところにみんなが行けたらいいじゃないですか。だけどやっぱりその医療従事者って働き出したら基本フルタイムで最初働きます。でなんかその病院の中でいろんなものに適応して、でなんかこういろんなことを我慢してやってると安定感ってどうしても上がらないから、だからこう、周りにいい影響、そうですね、本当だから自分がこうマイナスイオン発生器になったつもりでみたいな。なんかそうだから本当になんか自分が医者であるっていうことに私耐えられなくて、もうその医者辞めたい辞めたい辞めたいってずっと思って、でなんかヨガの先生になりたいなとか料理の先生になってみようかなとか、いろいろなんかこういろんな方向にこう動いてみたんですけど、結局医者辞められなかったんですよね。だからなんかその誰かよくわかんないこうお手本みたいなのを目指して、自分を否定して生きるのではなくって、自分だ
できるあり方っていうのを見つけて、でその人が一番働きやすい働き方で働くっていうのがいいんじゃないかなって思うんですよ。消えてなくなりたいくらい仕事嫌いなのに、仕事嫌なのに、そこから医療職を諦めなかったというところがすごいと思います。その仕事自体をご機嫌に変えた凄さっていうふうにコメントいただいてます。ありがとうございます。なんかでもこれも、私自分一人でやったわけじゃなくて、むしろ他の人から気づかされてもらったんですよ。なんかもう本当になんか辞めたくて辞めたくってしょうがなくって、まあ要はその病院とかそのねフルタイムで働くっていうこと自体が、まあ、合ってなかった、やっぱりそのなんていうのかな、その急性期の大きい病院の次にクリニック勤務になったんですけど、その入院患者さんを見なくなったことでいろいろなんかヨガとか、 なんか自然派の料理教室とかいろいろ行くようになって世界が広がったんですけど、もうなんかその自分のプライベートでやってることと、患者さんに対して言ってることのギャップがどん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 広がっていくんです。痛い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 。あるあるですよね。あるあるですよね。そう、ホリスティックな方だったらあるあるだと思うんですけど。そうだから例えば外来では血圧高い患者さんに塩分減らしてねって言ってるのに、自分はなんかいやいい塩を使って好きな分食べたらいい塩みたいな感じで。なんかやってる、なんかそれでなんかその食塩はダメなんだよとか言ってるけど、患者さんに外来でそれ言うと多分話が通じなかったりとか、とかその自分がいやいや本当はね塩っていうのはなんか食塩じゃない方がいいんだよとかって言い出しても、その人が別のなんか担当医のところに行った時に、なんで原因してないのってなったら、ちょっと収拾つかないじゃないですか。で、なんかこう言いたいこといろいろあるのに、何も言えねえみたいな感じで、こう普通のそのドクターとして言うべきことは減塩でしょ、でも私は減塩って言えないってなった時に、なんかもうダメだ、私医者としてなんかもうあかんねやみたいな感じ。なんかみんなはちゃんとそういうことを何も疑問に思わず言えてることをいちいち引っかかって、なんかゴニョ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 している自分っていうのが嫌になっちゃって、でそれでなんかもう、まあ、その塩以外にもいろんなそういう、プライベートとのギャップっていうのができて、で、もうなんかこの医者をやってるっていうことがだから自分には合わないんだと思って、心底やめたいって思ってたんですけど、なんかそれをその時に行ってた料理教室で愚痴ってたんですよ、私が。その料理教室の先生のお友達のところそのに若い女の子がやってきて、なんかこれから医学部に入るんだけど、なんかそういう食の真実とかを知った上で医者になりたい、その女の子が、その料理の先生はいやいや、そのことでなんか悩んで医者辞めたいって言っている先生がいるから、いやあなた多分そっちの方向行かない方がいいと思うよみたいなこと言われて、でその女の子はもうそれにショックを受けてガーンってなっちゃって、行くのやめちゃったんですよ。医学部に行かずに何か全国流浪の旅の何かキャラバンみたいなのに入っちゃって、ほんで
なんか、半年ぐらい経った時に、全然その、示し合わせたわけでもないのに、うん、ぐっと会うんですよ、私。うん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 。で、なんか、途中までは全然知らない人として、なんか初めましての人として接してたんだけど、自己紹介の時にその女の子キラキラしだして、急に、うんうんうん、あやさんは私の運命の人なんですとかって急に言い出して、もうそう、なんか初対面のなんかね、高校出たての子がなんかいきなりそんなこと言い出すから、何この人とか思って、うん、話を聞いたら、実は私はその半年前に誰それさんのところであやさんの話を聞いて医学部に行くのをやめ、うんうん、ここにいるんですよって言われて、えーってなったんですよ。うん、そう、だからなんか全然知らない人の人生をその私のくすぶりが変えてたっていう、うん、そこでなんかこうすごく私もびっくりして、うん、なんか私はこう私が医者でいたから、うん、その子の人生がこういうふうに変わっている、うん、だったらなんかそのみんなと同じことができる医者にならなくてもいいんだなって、その時に、おー、うん、だからその普通のことが言えへん、へんちくりんな医者でもいいから、うん、うん、なんか私は私のやれることを自分の形でやる、そういうお医者さんでいたらええんやなって思って、ほんでいつか開業しよう、なんかそういう。普通の場所ではそれはやっぱりできないから自分の場所を作りたいなって思ったのが、だから7年前ですね。ねえ、そうそう、なるほど。そうそう、だから先生今日、うん、マヤ歴は自分らしさです。ほう、面白い。はい、そして最近周りに自分やってることは無意味やっていう人多い。そうなんや。そんなことね、だから。ねえ。なるほどね。なんか自分が自分のいる場所で、その、どんなに自分にダメ出しをしても、それがどこで巡り巡って人に何か影響を与えてるかがはもうほんまに分からんと思ってね。え、全てがベスト。一見悪く思ってもね、そうどこかでいいことがそうやって起こってるかもしれないし、うん、人間では計り知れない何かこう巡り合わせとかそういうことが起こってるんでしょうね。そうそうそう、本当に。だからねえ、その女の子の話はその料理の先生からはちらっと聞いたんですよ。うんうんうん。当時私はなんかもう絶賛自分にダメ出し中だったから、うんうん、だからなんか、ああそう、そういうこともあったんやね、ふーんぐらいやったんですよ。うん、うん、そうそう、だからその女の子の名前とかももちろん知らないし、うん、ただちょっと小耳に挟んだぐらいだったし、別に会いたいっていう気も全く起こらなかったのに、うん、あったりばったりや、うんうん、そう、だから本当になんか自分が気がついたらやっちゃうこととか、うん、生きづらさを感じてることっていうのは多分その人のね一番実は持ち味だったりするから。うん、なるほど。だからさ、最初の頃に言われてたその生きづらいことが何かっていうことがもしかしたら
そういうことかもしれないっていうお話につながってきますね。そうですね。うん。やっぱりなんかその生きづらくなるっていうことはやっぱりその人のものすごく大きな特徴だと思うし、でそれをなんかめちゃくちゃ否定してるからこそしんどいところ、それを視点を180度変えて、生きづらいと思ってるところこそが自分にとってのすごいなんか最大のギフトっていうふうに、ああ、なんか見える世界がもうガラッと変わるはず。ね、だからそこに気がつく人がもっと増えてほしいなと思う。なんか先生がおっしゃってたこの言いたいことがこう言えないっていうのは、今私すごくそういうの言いやすい場所にいるんですけど、それでもやっぱりその相手がそうじゃないっていう時に、質問された時に何て答えたらいいのかっていう、その人よりの答えを言った方がいいのか、私の考えを言った方がいいのかみたいなところで、ちょっとどうしたらいいのかなって思うところがあって、なんか私が思ってる考えを言うことで、その人がしてきたことをこう否定すること、一生懸命良いと思ってしてきたことをこう、なんだろう、あんま良くなかったって思わすのもあれやし、どうしたもんかなと思って。で、この前、南出市長さんにお会いした時に、その辺もちょっと質問してみたんですよ。ほんなら、市長さんは、なんかそのもう相手がわかるぐらいの説明ができるそうなんですよ。納得できるぐらいの説明をする自信があるんですって。それぐらいお勉強されてて、ね、そういうふうにしてるって。だから何も怖くないって言ってて。その変なことしてるとか、変なこと発信してるって言われることに対して、ちゃんと説明したら分かってくれるっていう、そういう、思いを持ってはって。そう、それがすごいなってこの前思ったんですけど、先生も、なんかそうやって自分で、変な変わったお医者さんって言われても、そこの場でそうやってやっていこうって覚悟をされたっていうのが、本当素晴らしいなっていうふうに思いましたね。はい。はい。本当に素晴らしいなって。なんだ、そんなん無理って。いや、なんていうのかな、こう、私は、なんか自分が心地よい選択っていうのを常にしていったら、あんまりなんかアンチみたいな人にも接触する機会がなくなるかなっていう。確かに。やっぱりなんかこう自分がこういろいろ疑問に感じてしまうものを身の回りのに配置してると、やっぱりそこからなんか自分がなんか辛くなるような問いかけとかが来たりとかするけど、だから何て言うの、その人間関係もそうだし、そうですね、類ともそう、人間関係もそうだし、衣食住もそうだし、なんかそこをもう自分はこういう人と関わりたいですとか、自分はこういう食べ物、こういう衣服とか、こういうライフスタイルが好きですっていうので、もう自分の周りをこう固めてしまうと、なんかそうじゃないものが入る余地がなくなる。だからなんか出会う人もやっぱりなんかそういうね、話が通じる人としかつながらなくなってくるし。それは本当にそうですね。なんか潜在意識のお話も、フォーカスする、言葉とかで、なんかある程度決まってて、自分がどこにっていうのが、なんかこう、優先順位みたいなのが潜在意識の中にもあって、で、そこが多分、自分の腹を決めて、
この辺にしようって決めた時に現実がどんどん変わっていくから、今先生がおっしゃってるように、あのそういうふうに意識したらまたそういうのがどんどんそういうふうになっていくっていうのが、はい、よくわかります、イメージが、うん、本当だからこう私のイメージとしてはこう自分がいたらその周りにこうなんかいろんなものが、まあ言ったらなんかビー玉とかみたいな感じでこう配置されてて、はい、うん、で自分の好きなものだけここにこうポコ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 って中に置いとく、まさにご機嫌ですね。ね、ご機嫌でなんかこれちゃうわっていうのがあったらどんどんこう自分の近くからもう出していってしまう。うーん、もうどん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 なんかこうで自分のあこれこれ好きっていうのをまたここに空いたスペースにってやると、うん、なんか好きなものにこう好きじゃないものがどんどん押し出されて自分どん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 遠くにピーっていっちゃうみたいな。もうご機嫌になるしかないですね、そうなったらもう楽しい面白いもんしかないですね周りそうなってきたら、そうそう、ね、合わへんって思ったらなんかリリースみたいな、うん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 、なるほど、うん、で先生あれですよね、そのご機嫌のあの、医学を、こう、うん、ご機嫌プログラムっていうか、まあ、学べることを、医療者向けに今度されていくっていうことですけども、その辺の詳しいことを知りたいと思ったら、先生のインスタか、公式 LINE から、なんかそういう情報っていうのは取れるんですか？はいはい、今、ちょっともうちょっとしたら、それの情報もちょっとまとめようかなと思ってるんですけど、はい、でそのやっぱり私も昔は不機嫌な医療職だった、うん、今では分かんないけどねなんていうの、なんかイライラを出すっていうよりかはなんかその自信ないオーラで多分周りをめっちゃイライラさせるような人なんかなんていうの、その自分がご機嫌でいるからその仕事でもプライベートでもなんかみんなをご機嫌にできるよみたいな医療職を増やしたいので、なるほど、そうだからまあ2年ぐらいの、まあ、ちょっと長めのプログラムでそういうなんかマインドのこととかその臓器との対話とかそういうなんていうのそういう技術とかを身につけつつそのそういう心地よい衣食住とかの実践もしながらこう病院でお金のために我慢して働く、病院じゃなくてもそのお金のために我慢してサラリーマン的に働くっていうところから脱却して自分が一番いいバランスで働くっていうところをやれる講座を作ります。だから、はい、その病院そのそういうなんか雇われから脱却するっていうこと、つまりその個人事業主になるっていうことなんだけど、まあそういう個人事業主として働くのに必要ななんかお金の知識とかそういうのも含めてなんかこう病院から離れてどうやって働いていったらいいか分かんないみたいな、だからちょっと怖くて出れないっていう方もいると思うんですけど、まあ私本当に無職になってお金もからになってハローワークにも行ったことのある医者ですからなかなかいないですはい。じゃあもうそのね、これからそのプログラムがどうなっているかっていうのも、皆さん興味があると思うので、先生のね、ご機嫌医学研究所のインスタか公式 LINE の方のチェックをこれからもしていってください。ということで、お時間になってしまいました。先生、本当に、あっという間の1時間、お話ありがとうございました。はい。
拠点作るのでまた遊びに来てください。ねえ、先生、そう、今日ちょうどって言ってたので、また遊びに行かせていただきます。またよろしくお願いします。見てくださった皆様、玉木さん、ゆうこちゃん、かおりん、皆さんありがとうございます。ますみちゃん、ありがとうございました。はい、じゃあまたみんなでね、先生のとこに遊びに行きましょう。すごくいいところでね、本当に癒されますので、はい、また先生の一本下駄姿を見に行きますので。ありがとうございました。ございました。はい、失礼いたします。ありがとうございます。